候補者本人から開会のご挨拶をさせていただきます。こんばんは。3期目の挑戦でございます。選挙は4回目です。落合孝之でございます。今日は本当に土曜日の夜というこの時間にお越しをいただきましてありがとうございました。私の集まりはですね、割とお子さん連れが多いんですけど、今日は土曜の夜だから、そんなには、ひそくには、あと一番後ろにいる子供たちはうちの子供たちです。男の子また激戦区です。しっかり頑張っていきますので、そして今日小林先生、田中修正先生、そしてまだついてないですが枝野幸男代表もここに駆けつけてくれる予定です。全力でやりますんで、ぜひよろしくお願いいたします。15分ということなんで、論点は3つ。1つ、政権交代しないとまずい。そのためにはどうするか、論点2。それから落合という個人を私は推薦します。この3つであります。もう皆さんよく、ここ世田谷です、ご理解と思いますけども、安倍、竹中、菅、そして顔を変えた岸田政権、日本ぶっ壊してしまってますよね。だって安倍さん、国の金使って自分の後援会の人々を何百人もかける何年も、だから何千人かな、公費で接待共謀しちゃったんでしょ。これ公職選挙法にも触れるし、予算法にも、財政法にも触れるし、刑法に触れますよね。これ横領、業務上横領、味方によって背任にもなるし、 内閣府っていうのは彼の管理下ですから、横領でしょ、やっぱり。だから国に損壊です、背任ですよね。一番重いので罰するってライブしかないわけで、少なくとも懲役10年は行きます。そういうことをやってて何のお咎めもないじゃないですか。それ菅さんの東北支持者の話はそうですよ。あれ公然たる贈収賄じゃないですか。あまりだって何であれで何の問題もないんですか。ですよね。だから一箇所に権力がずっといると、しかも彼らほとんど世襲貴族の世界ですから、自分たちは法から自由で、公の金を、権力と金を使ってお仲間優遇する。だからコロナのひどい時に強引にオリンピックを開催しないと、電通さんにお話が悪いし、パスナさんにもちょっと話が違ってくるし、お金は管理してくる。もうこの仕組みをね、ぶっ壊さなきゃダメなんですよ。あまりにもしつこいから自由民主党のマニフェストなるものをもらってきちゃって、今これ持ってきたらね、ちょっと趣味あるんだと思いますけども、まあいろいろ言ってるんですね。新しい資本主義で配分を良くする、できないんですよ。彼ら配分良くしたら彼らの仕事なくなっちゃうじゃないですか。お客様に配分を厚くするために増税をして、庶民にはね、で企業を減税して、それから労働法制を改悪して、労働者を安く不安でこき使えるようにして、全部そうしてるじゃないですか。それを改めますなんて岸田さんが言っても、じゃあ自民党を辞めますでしょ。無理です。だからこれは政権交代しないと、これは逆に言えばですね、逆に立憲民主党の政権ができて、それが長くなったらまた動きました。また堕落は始まると思います。人間ですから、神じゃないから。そしたらまた大掃除してあげる、この繰り返ししかないんです。人間神じゃないから。そういう意味で政権交代しなければならないとなると、今度は何をするか。今の選挙制度でいくとしょうがないですね。野党統一候補お互い不満があると思います。ぐじぐじ
言い合っていたら、これまた不完全な人間同士ですから。ですから、あの悪辣な権力を私物化している自民党プラス小判詰めの公明党よりは、隣のちょっと不満のある立民とか、隣にちょっと不満のある共産の方がまだはるかにいいじゃないか、こういう選択をするしかないんですよ。だいぶ進んできましたね、進んできましたね。もうそれしかないんです。だと比例区についてはそれぞれ違った党ですから、皆さん自分の好きな人を追えばいい、入れればいい、それだけは言いません。で、さあその中で落合君なんですけども、親しい後輩で組んづけて呼びますけど、ようやく働ける年頃になってきたという。これから使ったらいいと思います。いろいろ僕らみたいに知りすぎると立憲民主党には不満があります。もういい加減にしろと、いつまで同じ顔で同じ内容をしてきてるのってとこあります。でもね、安倍よりいいですよでもね、だったらもっといいものに変えなきゃいけない。でも一気にやったらこれまた経験不足でぶっ壊れても困るから、徐々に新陳代謝するために、彼この間の党首選の時に若手で決起しようとしてできなかったんですけど、偉いじゃないですか、決起しようとしたら立派なんですよね。でもそれも世田谷区の方たちが支えてくださらないと彼は戦いようがないわけですから、毎回ここへ来るといつもお仲間の方に久しぶりに会うんですけど、どうぞ彼を支えてあげてください。私は横浜市民ですから一票ありませんけども、本当に皆さんに助けていただくしかないんです。で、あと本人が長々とお話しするでしょうけども、本当にようやくなんていうか出来上がって、でまだくたびれてないしちょうど使い物であります。以上でございます。中学生の時からの約束で、こうやって演壇に立たなきゃならない宿命を担っているわけなんですけれども、ずっと見てきて期待以上に立派な政治家として育っていると、本人横にはそういうこと言いたくないんですけどつくづくそういうふうに思っています。2期目の最後の解散の時っていうのは、私は自民党を離党して先駆け作りました。ちょうどその時なんですけど、結局そういうことができる時期に彼は来ているというふうに思って見ております。この選挙を皆様日々応援してくださって、それなりに高揚していると思うんですけど、プロオケの上田が作ってとても盛り上がっていません。珍しいほど盛り上がっています。これはコロナであり、いろいろ皆さんが関心がないわけじゃなくて、じーっと行く末を見守ってるんですけれども、やっぱりどうしてもね、負の遺産と言われるものが気になるんですよね。特に僕の場合、皆さんもそうだと思うんですけれども、赤木さんの問題ね、公務員の解散の事件で、自分は公務員として国民と契約してるんだと、そういう公務員って珍しいですよね。キャリアの要するに幹部候補のいわゆる官僚と言われる人たちもそういう気持ちないですよ。今国民と契約してる、国民が納得いく仕事をすると、そうして自分で責任を取って亡くなっていった、人放置してもいいのかというふうに僕はつくづく思います。政治と金の問題、昔の自民党をここまで悪くなかったというふうに思いますよね。そういう問題が喉に引っかかった。それから申し訳ないですけども、一方の野党、これまた負の遺産を持ってますよ。僕は民主党に一票ずっと入れて続けてきました。で、最後政権取る時に
9.1 兆円の無駄遣いをなくすとマニフェストに書いて、それをやらずに 10% の消費税増税に走った。これ許せないです、とても。で、それについての責任も取らず、ね、反省もせず、ここまで来ている。もしそこでね、きちっとして反省して、あの時は申し訳なかったと言ってくれればね、ぐわっとこの選挙が盛り上がるの。ね。それをしないから、彼は全然当時民主党じゃないから、ある意味で遠くしてるんですよ。当時から消費税の値上げ反対しましたから、身近にいたからずっと彼の考え方の水濠を見てきましたけど、今回もとにかく真っ先にね、この経済的な不況を脱するには、消費税 5% にしなきゃいけない、真っ先に彼は言ってました。そういう流れですよ。だから与野党ともに過去の反省をしてもらいたいですよ、ね、初めて本気で選択ができるというふうに思います。今大変な経済不況になってて、もう皆さんご存知の通り、そのコロナが止んだとしても、そのためにですね、原油価格が暴騰している、円安になっている、ね、輸入品がどんどん高くなって物価高になってます、待ってますよ。その中で、2、3日前に新聞にて、どうかね、昔の数字はみんな覚えてるんですが、2、3日前の数字を覚えてないもんだから、新聞のちょっと切り抜きを持ってきて、ご覧になった方もいらっしゃると思うんですけども、30年増える賃金、日本は22、平均賃金。要するに先進国の中ですよ、先進35カ国の中で、そこまで、そこまで落ち込んじゃったんですね、日本の経済っていうのは。この30年間の物価の上昇率、日本は 4.4%、 アメリカは 47% 賃金、ね、くたびれたイギリスでさえ 44%、 15年に日本は韓国に追い抜かれました。もうね、経済大国なんで言ってられない状況になってきた。結果として僕は大学で教えてるんで、つくづく日常思うんですけども、少子化の最大の原因ですよ。その賃金が上がらない、所得が少なくなってるということは、親が2人で精一杯働いて1人しか大学出せないということであれば、子供を作らないですよね。この話を学生にするとね、一番普段眠ってるのまでに、こうやって乗り出して聞いてますよ。うなずきなの、親のそのいろんな話を聞いてるからですよ。これ根本的な問題どこにあるかということを、ちょっと私の感じていることをお話ししたいと思うんですが、真鍋さんという人がノーベル賞を取りました。こんな誇らしいことないですね。50年前に地球温暖化を予測してた。それで彼が言うのは、好奇心が発明や発見をもたらすんだと。好奇心ってうんと大事だということを力説して、あげくは日本にいたくないって言って帰っちゃった。なぜいたくないかって、3、4年来てたんですね、90年代に。その時にその科学技術庁役所の仕事を呼ばれて来てた。はっきりものは言いませんけど、内情を知ってるから推測ができるんですが、役所に非専門家、専門家じゃない人から口出しされてたんでしょうね、こうしろ、ああしろって。で、最後に、こちらへ来て、この間、私は一度として研究計画を提出したことがないということで、で、これは逆に研究計画を提出しろ、それっきり言われてたんで、日本に来て。ね。好奇心っていうのはね、野放しにしておかなきゃダメなんですね。好奇心っていうのは。それからね、子供の志もそうですよ。
親の志でギュッと締めないでね、ほっときゃいいんですよね。僕は政治やるけど、親がね、天井に 手が届かないからやめとけって言ったんですよ。要するに偉い人に全然知り合いがないからって意味ですよ。天井に手が届かないから、そんなことやったらダメだって。今になってつくづくよくわかりますけども、結局どこがいけないかっていうと、日本はね、これも落合君は最初の頃から言った既得権の構造で固まっちゃってるね。中国で昔から矢に意見なからしむるという言葉があるんですね。志のある優れた人はどんどんみんなのために使う場所を用意しなきゃいけないと。政界も経済界もどんどん世襲化が進んでいった。入る余地がなくなる。優れた人が全然そういうところに入っていけないんですよ。皆さんのおかげで彼はね、それこそ普通の家庭で生まれて、で政治の場に送り出してもらっているんだけども、全体的に見れば志が劣化してるんですね。政治も経済も行政もそうなんですね。僕はね、役所の人間、皆さん東京でこんなことを言ったら怒られるかもしれないけどもね、田舎の農業とか商工業を知らないでね、改正出ましたなんていう人がね、経済を使ったってダメですこれ。僕は何年も選挙運動したし、押したもんだから、牛を飼ってる人よりね、豚の飼い方知ってますよ。何度も豚小屋引っ張り出されて、もう叩き込まれる。あらゆる問題を叩き込まれる。でそういう人たちが行政や政治やなんかを担っていかなければね、本当にね、本だけの人、本を読んだだけの人たちがこの指導者になってくる。結果としてね、僕は全体的に劣化したっていう。日本の社会、外交官2世が多いんですよ今。外交官2世っていうのは、ね、外国で育ってるんですよ。外交官っていうのは日本のことを説明する役割じゃないですか。知らないんだ日本と。あらゆる世界がそういう形で劣化して、ね、全体的に判断ができないような国になってきたというふうに思いますね。彼はね、実は本当に珍しい存在で、全国見渡しても普通にこういうその創業者っていうか自分が出したのはね、右の方行っちゃうんですよ。昔17世紀頃、イギリスの詩人がね、愛国心はならず者の最後の拠り所ってというセリフを書きました。ご存知の方いらっしゃる。だから党の公認もないしね、誰も応援しない場合ね、右の方行くと何人か来るんですよ。大声あってね、激烈なことを言うと。だからそういう人って多いんですよ、創業者タイプの人に。二世には意外と少ないんですけど、安倍さんはちょっと例外かもしれないけども、そういう流れがある。で彼はそうならずしてね、東京で出てきたっていうのは本当に僕は幸せだというふうに思いますね。だから本当に自分で子供の頃からみんなの役に立ちたいと、そういう気持ちを実現する気があるんだなとつくづく最近私は思っています。それで私とこれから来る枝野さんと岸田さんには大事な共通点あるんですよ。それは自民党の宏池会というものの、ね、思想に共鳴している。枝野さんもね、自分は保守であると、自分は宏池会だと何度も言ってる。今の宏池会の会長岸田さんですよ。これ選挙やりづらいなと。宏池会の一番の思想、一番のそれを具体化していったのは宮崎基地総理ですよね。池田総理の傍らでそういう役割を果たした。戦争に対する痛切な反省心、ね、
それを受けて現在の日本国憲法を尊重する、そして何よりも自由と独立っていうものを最後まで守守する、堅持する、守っていく。僕はね、あの学術会議の会員の任命拒否の時に、岸田さんは反対するだろうと宏池会の会長が、ここで賛成したら、ね、ああいう形で、わけもわからない形で信じられないものを排除するっていうようなことをしたら、ね、香港やミャンマーの自由を求める人たちの味方できないじゃないですか。僕はね、自民党の中からあの件で一人も離党者が出さなかったことが、本当自民党はここまで落ちぶれたかというふうに思いましたよ。しかも宏池会、ね、宏池会っていうのは経済を熱心で軽武装で行こうという考え方も持ってるんですけども、経済は国民生活のためにあるっていう、これも宏池会の一番大事な精神、うん、だからそういうことも含めて岸田さんはどうも宏池会の路線をそれていってんじゃないかというふうに思いますよね。私はもう与野党を含めてここで大きく展開しなきゃならない時がいよいよ今の現状を見てると思いますよね。昔の政治家とどうしても比べちゃうと本当に見落とせる、私も含めてですよ。昔の政治家にかなわないと、何人か私を可愛がってくれたあの立派な人たちがいるんだけども、そういうつくづく思います。でそういうその劣化してもう極限まで来ているね、現状の政治をね、やっぱり打ち破る突破口を落合君に開いてもらいたいとつくづく思って、今日は何分経ったかもう時間が来ただろうと思いますので、選挙をなんとか皆さんと共に勝ち抜いてですね、修正ちょっとこっち来て 2,3 時間喋れてたら喜んで私らに来て話をしますので、ぜひあの最後まで全力出して、第3期目送り出そうじゃありませんか、よろしくお願いします。ありがとうございました。私落合貴之の3期目の選挙です。3期目を狙う選挙です。今回も私落合貴之は今まで通り企業団体献金は受け取らない、その代わりに地元の皆様のボランティアとカンパで支えていただきながら選挙を戦うというスタイルを取らせていただいています。この選挙区もですね、いろんな党の選挙カーが走ってますけれども、私の選挙カーは山口拓さんはペラペラっていうかすごい喋れますけどもそれ以外の弁士の人たちはみんなただただしいんです。なぜならみんな素人なんです。普通の、会社員とか主婦とかそういう人たちが手分けしてシフトを組んでウグイスをやってくれている。それから外線車の運転手もほとんど私の飲み仲間が手分けをしてシフトを組んでくれている。そうやって、選挙をこの11年間活動してきました。常にですね、初当選の時も、比例復活でしたけどギリギリでしたし、前回初めて小選挙区で当選した時も 0.8% 差でした。前回の選挙は例えばそこの目の前の
広場にですね、枝野さんが応援演説に来た時に2000人集まったんですよね。でこんだけ集まって、公園から外まで人が出ちゃいまして、で僕の選挙の最後の舞妓さんにもいらしてくださった方も多くいらっしゃると思いますけど、共同のロータリーから人が溢れちゃって、バスロータリーのところに人が飛び出てきちゃったというぐらい人が集まりました。こんな光景はですね、この烏山の商店街の人も言ってたんですけども、こんな選挙見たことないと。こんだけ聴衆が集まる選挙は、それでも 0.8% 差なんですよ。ここの烏山に2000人集まった時に、小泉さんの全盛期郵政選挙の時にここに来た時より人が集まったそうです。それでも 0.8% 差、要はやっぱりですね、組織がっちりしたプロの選挙のプロの人たちの組織というのは本当に強いんだなということを実感しています。ただ私本人が、その組織に取り込まれたら私の存在意義がないんですよね。だから私はどんなに、苦しい状況になっても、この自分の活動スタイルだけは絶対に変えない。時代が変われば政策がちょっと変わることも時代に合わせてあるかもしれないですけども、活動スタイルは絶対に変えない。こうやってこれからも今回の選挙もやっていきたいと思っています。ぜひ皆さん、私はどっかこの地元の偉い人に頭を下げに行ったら票がもらえるっていう、そういう選挙じゃないんです。皆様方お一人お一人がご協力をいただいて、で皆様方から一人5票ずつとかお声掛けいただいて、それが私の票になっています。皆様方と一緒に戦わなければ私は絶対に当選することができません。ぜひ皆さん、私は今のスタイルで当選する政治家が全国にたくさん出てくることは絶対に重要だと思います。だから皆さん、今回の選挙もぜひお力をいただきたい。この国のためにぜひお願い申し上げます。先ほど来てくださった小林節さんも、もともとは自民党の憲法のブレインなんですよね。10年ぐらいまではそうでしたでしょうか。それから田中修正さんも28年前までは自民党の国会議員でした。私の源流っていうのはそういうところにあります。おそらく自民党には、今でいうリベラルな考え方の人たちも一部含まれていただと思います。でも小選挙区制度になって全部追い出されました。で自民党の中でリベラルな考えを持っていると言われている宏池会、そのトップが岸田さんなわけですが、リベラルな人たちがみんな追い出されているのに残ってるっていうことは、考え方を妥協してるんですよね。自分の信念がおそらくないんだと思います。なぜなら総裁選挙で言ってることと今の公約全然違います。私はそういう保身で生きてきた人間に総理になってもらいたくない。この政権とは全力で戦っていきたいと思います。ぜひお力を貸してください。私が今回の選挙訴えていることを街頭でも訴えていますが、今日ちょうど皆さん座っているので、皆さんが
地元の人たちに声をかけてくださるように、ちょっと3点だけ簡単に説明したいと思います。この開いていただいて、右側、経済のことです。岸田さんはアベノミクスを見直すと総裁選挙で言いました。そしたらですね、総理になったらアベノミクスと同じことを言ってます。まあ、取り込まれちゃったわけですけれども、そこのグラフにあるように、安倍政権の下のアベノミクスでは、国民の賃金は下がってしまってるんです。あ、枝野代表、ありがとうございます。あと5分で終わります。それから、貯蓄ゼロ世帯は 1.5 倍ぐらいまで増えてるんです。それなのに、史上最大の好景気だとずっと言ってきて、間違いを認めないから、その賃金を上げなきゃいけないとか、貯蓄ゼロが増えてるってことを言えないわけですよね。間違いを認めてないから。ずっとその賃金や貧困の問題に手を打ってこなかったことで、今、じゃあこの所得が高い世田谷ってどうなってますかと。2019年に世田谷区が調査をしました。14歳以下の子どもたち。この所得の高い世田谷区でも 13% の子どもたちが3食ご飯を食べれてないんです。自分の子どもにご飯が食べさせられないっていうのはなかなか相談できないですよね。しかも相談したとしても、おそらく何の今の状況だったら助ける手段が行政にもないと思います。小賀重明さんが昨日応援演説来た時に言ってました。母子家庭をテレビのドキュメンタリーでやっていて、お母さんどうって聞いたら、お母さん優しいと。お母さんは自分でご飯を食べずに私にご飯を分けてくれるのと。そういうふうに子供は言ってたそうです。世田谷でも残念ながら 13% の子供たちがそういう状況にある。しかも私もそんなにいるのかとびっくりしました。これだけずっと地元を回っていても気づきませんでした。そして何ヶ月前でしょうか、最近麻生財務大臣が言いました。コロナで困ってる人いるのかねと。給付金配らなくていいんじゃないの、減税しなくてもいいんじゃないの、そう言ったんです。麻生さんは、まあ、あんまり個人名出すのもあれですけど、世田谷区の近くに実家なんですよね、今も住んでる。なので私の支援者に幼なじみの方もいらっしゃいます。遊びに行ったらバナナが出てきて、昭和20年代バナナもほとんど食べたことなかったのに、バナナと一緒にナイフとフォークが出てきたそうです。どうやってこのバナナ食べればいいんだろうって子供の時思ったと。その人にご飯が食べれないってことはおそらく想像できないと思います。先ほど田中修正さんが言ってました。政治家が貴族化しちゃってると。フランス革命の前もそうでしたよね。パンが食べられないっていうのがよく理解ができないと。だったらお菓子食べればいいじゃん。同じことが今政治に起こってるんです。経済政策に同じことが起こってるんです。頑張って想像しようと思っても想像ができない人たちが今偉い人たちになっている。総理大臣のお孫さんであれば、ご飯が食べられないっていうことはおそらく想像ができないと思います。だからこそ、国民と同じ生活をしたことのある人たちが国会議員にならなければならないと思っています。私も初めて選挙出たときに落選しました。そしたら3日前か4日前の日経新聞にあったんですけども、世襲の候補者って
8割以上が絶対当選できちゃうんですよね。よっぽど悪いことしてなければ。政治家を志して世襲じゃない人が初めて選挙に出たとき、当選確率は1割だそうです。まず供託金600万用意しなきゃいけない。そして平均で、1000万ぐらいは選挙資金かかると言われています。お金だけでもバーがある、出るだけでも大変なのに、それにプラスして出たとしても1割しか受かんない。世襲しか受からない仕組みになってしまってるんです。私は自分自身で思っているのは、この立憲民主党が国民の代表をどん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 送り込む、そういう政党になるべきだ。そして私はその世襲じゃない代表として実例を見せていく。ギリギリでもなんとか世襲と戦っても勝てるんだということをなんとか見せたいというふうに。この選挙区も総理のお孫さんが私の相手の候補者です。お父さんの代から入れると60年近く選挙に出てます。60年も選挙出てたら下の名前は分かんなくても上の名前は絶対分かるんですよ。広告費を出さなくても。それから隣の杉並もそうですよね。お父さんもおじさんも有名な方、何にもしなくても選挙に受かるんです。でも選挙で苦労してない人たちがいい政治できるんですかね。国民の声を聞いてない人たちがいい選挙をいい政治をできるんですかね。しかも残念ながら、あんまり言い過ぎるとあれですけど、学校だって頼めば入れてますよ。子供の頃から会社だって入れますよ。そういう状況で自分で壁を乗り越えていない人たちばっかりが今政治をやっている。これでは絶対にこの国は良くなりません。私は本気でこの国を良くしたいと思ってます。枝野代表が7時までしか入れませんので、ぜひ皆さん本気でやっていきます。ぜひお力をお貸しください。どっかに頼めば票をもらえるわけではありません。皆様方お一人お一人が周りの方に声をかけていただかないと当選することができません。私も全力で戦ってまいります。どうか皆さん、この国を良くしていくために一緒に戦ってください。お願い申し上げます。このように言われればというように、たくさんの皆さんにお集まりをいただいて、私の立場からも御礼申し上げます。本当にありがとうございます。今日はですね、夕方から私にとってはちょっと悪夢のような日程でしてですね、ここに来る前は吉祥寺っていうところで街頭演説したんですが、私のこの辺にですね、菅直人って人がいらしいです、ね、今日ここ来たら私の前に田中修正さんが話しているとご存知の方はご存知でしょうかね。私昔先上げというところにいましてですね、先上げ時代本当にいい先輩に恵まれまして、選挙は菅直人さんに学ぶ、政局は竹本正義さんに学ぶ、理念政策は田中修正さんに学ぶ、人柄は井出正一さんに学ぶ。分かる人だけ分かって、最後が一番大事なところなんですけど、そんな大先輩の後に話すのはちょっとしんどいなと思いながら参りましたら、修正先生お帰りになったそうで、ちょっとホッといたしました。落合さんもそうなんですけど、私も世襲では全くありません。
最近は当たり前になっている候補者公募っていうのを私は最初日本新党でおそらく国政選挙で初めてやった。それに合格をして縁もゆかりもないところ落下山に行きまして、なんとか最初は中選挙区で当選して、2回目はお父さんが衆議院議長っていう方との戦いに小選挙区で敗れて、でも比例復活させてもらって、3回目の選挙でですね、小選挙区で勝った時運よく相手が比例復活しなかったので、そこで引退をしていただいたということがですね、巡り合わせとして本当に今私は恵まれてたなと思っております。落合さんもですね、そろそろ世襲の方に小選挙区で勝つだけじゃなくてですね、そろそろお引き取りいただくぐらいの大差をつけて、我が党にも世襲いますので全部ダメだとは言いません。ただやっぱりこれだけ圧倒的に多いという中で国民の暮らしの声がやっぱり届いていない。麻生さん名前が出てきたので麻生さんの話を申し上げると、2年前に参議院選挙の時に高齢者は自己責任で2000万ぐらい貯めといてくれっていうこういう話をしたんですね。これ多分日本で一番、東京1区は港区とか高いんですが、ちょっとそうでない区も含まれているので、おそらく平均の所得の一番高い選挙区かもしれません。それでも1人2000万、夫婦で4000万、なかなかキャッシュで貯めてる方はそうそういらっしゃらないんじゃないかと思います。もっと私はまずいなと思ったのは、だから景気が悪くなるんですよ。これを財務大臣が分かってないということに愕然としました。うなずいていただいている方たくさんいるので解説するまでもないかもしれませんが、2000万自己資金で貯めとけって言われたら2000万貯めてない人はどうします？財布の紐を固く閉ざすじゃないですか。それは高齢者だけじゃありませんよ。僕ら50代でも、いや40代半ばぐらいかな、それじゃ車買い替えようと思ったけどやめよう、家マンション買いたいと思ったけどやめよう、そうなりますよね。そういうもんだっていうことが分かってない方が経済を回してきていると。これが残念ながらバブルが弾けてからもう30年近く日本の経済がずっと低迷してきている。つまりお金がなくて使えない、暮らしの不安が大きくて使えない、実はそこそこ豊かな人でも老後子育て、この不安には多くの皆さんが苛まれているし、若い人たち相当自信家でないとですね、今や一流企業に勤めてもブラック企業で過労死に追い込まれるとか、そういった状況もあるし、超大企業が倒産をするっていうのがおそらくこの20年30年ぐらいは当たり前のように見てる中で育ってる。だから多くの皆さんが不安の中で暮らしている。それは日本が衰退したから仕方がないことなんでしょうか？私はそうは思いません。日本はまだ実は世界の中で見たら5本というと微妙かなと思うけど、少なくとも10本の指ぐらいには入る。実は国全体としては豊かな国だと思います。問題はその豊かさを生かしきれていない。アベノミクスは何をもたらしたか、日本で一番喋りにくいところだ。ここは株を持ってる人だけが潤った。株価は確かに上がった、でも経済全体は全く成長していません。だって悪夢の時代より悪いんですよ散々悪夢と、昨日だか一昨日私の選挙区に来て、また安倍さんは私の悪口言って帰ってからそうですよ。悪夢と呼ばれた3年3ヶ月よりもその後の安倍さんがやってて、コロナ前まででいいですよ。コロナ以降はちょっと、ね、特殊な事情だから。でも3年3ヶ月の中には東日本大震災ありますからね、そっちは入れていいですよ実質経済成長率は安倍政権の方が悪い。
つまり成長してないんです。その前が良かったなんて言いませんよ。バブル弾けたからずっと悪いんですよ。成長してないのに一部の人たちだけやたら潤ってるってことはどういうことですか。日本全体の豊かさが一箇所に偏ってしまっているってことじゃないですか。結果的に物やサービスを売り出したって買う側に金がない、若干あったって老後や子育ての不安が大きいから財布の紐が閉ざされてる。だから国内のものが売れないから経済全体は沈んでいる。そして一握りの人だけがどんどん豊かになって大部分の人は例えば実質賃金は下がっている。豊かさを感じられない。私もうちは決して豊かじゃありませんでした。大学進学するときに私は本当は早稲田大学行きたかったんですけど、幸か不幸か落ちたこともあったんですが、親からはできれば国立大学行ってくれと。今は実はあんまりそういうこと言われません。なぜか、国立大学も私立もほとんど学費が変わらないから。私立が下がったならいいんですよ。国立大学の授業料が私立並みに上がってしまったから。だから家が豊かでないときの選択肢がなくなってしまっている。そして親が実質賃金上がってないんだから、そんな高い学費払えない、負担できない。僕らの頃は奨学金借りて進学してるっていうのは、まあ、国立大で学費が安かった、比較的こともあるかもしれないけど、周りで分かりました、数少ないから。今や半分ですよ。何百万という借金を抱えて社会に出ていかなきゃならない。そしてその先給料が右肩上がりに上がっていく時代ではない。一流企業と思ったところに勤めてもある日突然倒産するかもしれない、リストラに遭うかもしれない、夢や希望が持てない、こういう状況を作ってしまった。でも国全体としての豊かさはまだ昭和の先輩世代が残していただいたものがあります。分かち合いましょう、支え合いましょう。そうすることによって老後や子育てや教育の不安が小さくなる。若い人たちも未来に希望が持てる。そして分かち合うことによって今まで100万150万低賃金で食べるものにも困って苦しい状況の中にいる皆さん、特に介護とか保育とか、あるいは医療の現場も非正規が増えて大変低賃金で責任の重い重労働されている方々、こうした皆さんの賃金は政治が決めればすぐに上がるんです。だって医療保険制度も介護保険制度も保育所も無償化した、全部国がそうした事業を営んでらっしゃる皆さん、いくら収入が入るか政治が決めてるんですから。そこが十分なお金を渡さないから人手不足でも給料を上げるから来てよ、正規雇用にするから残ってよ、言いたくても言えない。だから老後や子育ての不安がいつになっても解消されない。こういうところに分かち合う、支え合う、こういう社会にすれば老後や子育ての不安が小さくなる。国から直接できるところからでも所得の低い皆さんの所得をただばらまくんじゃない、きちっと働きに見合った賃金をお支払いする。そのことによって責任の重い重労働だから頑張っていただく。そのことで消費も伸びていく。消費が伸びていけば私たちの国の経済6割近くが国内の消費です。輸出は厳しい状況だけど、実はこの30年間もそれなりに伸びているんです。厳しい中だけど耐えて輸出は成長してるんです。国内で物が売れないことが決定的に経済を冷え込ませる。皆さんの希望や不安、希望を小さくし不安を大きくしてきているんです。私たちがこうしたこの20年30年近い日本の社会の歪みを正していくための明確なビジョンがあります。それを実現していく明確なプランがあります。それを担っていく上で落合君のまさにパワーと、そして普通の感覚、これは欠かせない力であります。落合君だけでなく、実は全国で大変な激戦になっています。
実は4年前、6年前の総選挙は激戦になっている選挙区少なかったんです。6年前に至っては激戦になるところが少なかったので、うちの選挙区とか毎日警護対象者大臣クラスが相手方の応援に来られて、私も大変だったんですけど今全国で100、少なく見ても100ぐらいの選挙区、どっちが勝つか分かんない、こういう状況です。このままじゃダメだというのはどうも多くの皆さんに気づいていただいた、そういう実感があります。じゃあ変わりうるのか、変えて大丈夫なのか、それをここからの1週間で多くの皆さんにお伝えできるかどうかと思っています。幸いここには落合孝行がいる、しっかりと今届いていない暮らしの声を届けていける、これまでの古い政治のしがらみに縛られずに前を向いて進んでいける落合孝行がいる、皆さん自信を持って周りに広げられるんじゃないでしょうか、いかがでしょうか。皆さんお一人お一人にできるだけ多くの皆さんに声をかけていただき、そうした皆さんに東京都に足を運び、落合とそして立憲民主党と書いていただく、そのことが30年近く続いてきた停滞をいよいよ終わらせる、コロナによって明確になった命と暮らしをないがしろにする政治を変えていく、そのことに間違いなくつながります。私には、私たちには覚悟と準備ができています。あとは皆さんの力です。ぜひ落合孝行に最後のもうあと一押し、皆さんのお力を貸していただいて、しっかりと小選挙区で勝ち抜いて、一緒に支え合う社会、まっとうな政治を共に作っていきましょう。どうぞよろしくお願いします。私自分が喋りたいと思ったことの4分の1ぐらいしか喋ってないんですけれども街頭でこれからも訴えていきたいと思います。本当はですね、本当にだからコロナ収束してほしいんですよね。皆さん飲み会もできないし、それからこのコロナになって一番最初に首切られちゃったのって非正規雇用の方々なんですよね。で、先ほど私が申し上げたシングルマザーの人たちが一番非正規雇用の比率が高いんです。なぜなら子供育てながらフルタイムで残業もしてってなると子供がを預ける場所がないので非正規雇用の比率が高くなってしまう。シングルマザーの家ほど収入が減ってしまっている。非正規雇用でバイトのシフトが入らない、でもちょっとだけシフトが入ってる、その人たちは失業してないので失業保険もらえないんです。シフトが10分の1になって収入が10分の1になっても今助ける手段はほぼないんです。上限いくらまで国から借りるっていうのはできるんですけども、それ上限いっちゃったらもう借りれませんので、しかも借りるなんですよね、後で返してくださいという仕組みしかないんです。そういう困ってる方々に毎月数万円でもいいから年金のようにコロナが終わるまで払うべきだっていう法案も出してます。これ別にみんなに配れって言うんじゃなくて、そういう子供にご飯も食べさせられないような家には年金みたいなのを払ってもいいじゃないですかと、コロナが終わるまで。これさえも与党の反対で通さないんですよ。全部与党の反対で進まないんです。で、この巷で言われてる野党が反対ばかりって何なんですかね。私は全く意味がわからないんです。我々が提案したの全部拒否してるの与党ですから。で、私の同僚がですね、野党って国会でどれぐらい反対してんだろうと思って調べたんです。 15% 反対してます、法案に対して。 85% 賛成してるんです。
じゃあ野党は反対ばかりって何なんですかと。結局これって事実じゃないデマを政権が流し続けてるわけですよね。あ、もう時間ですね。はい、ちょっとあとちょっとだけ言わせてください。これを言わないで選挙を終えるのは嫌なんです。はい、野党が反対ばかりと言っている政治家は嘘つきです。そういう政治家がいたら言ってください、あなたは嘘つきだと。 100% 嘘つきです。残念ながら野党が反対ばかりと与党の政治家が言ってることをそのまんまニュースが流してるんですよね、特にテレビ。あ、すいません、今テレビ局も来てました。報道も、まあ野党政治家もしっかりしてないっていうところありますが、報道も大変私は問題があると思います。最初に話したアベノミクスは史上最大の好景気でみんな儲かってんですっていうのも嘘です。でもなぜか、いつからですかこれ、私が気づいたら嘘が本当に事実っていうことになっちゃってるんですよね。この国は非常に危険だと思います。全部事実までも偉い人たちが作ることができてしまう。国民がそのためにとばっちりを受けて苦しんでいる。それを私はこの4年間も見てきました。初当選から7年間見てきました。どん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 事実と違う方向に世の中がこう今こうだっていうのが伝わっている。私はこれは国民に事実を伝えるっていうことも重要な一野党議員としての仕事だと思っています。事実を知らないで選挙をやったら間違った選択に国民はなってしまいます。政治家が本当にこの国を良くしていきたいと思っているのであれば国民を騙すべきではない。私は人生かけて本気で戦っていきます。絶対にこの状況ではよくありません。こんな国を後世に残したくない。私は全力で戦います。どうか皆さん、私落合孝行にお力をお貸しください。お願い申し上げます。ここからでして、本当はここで枝野代表に引き継ぎたかったんですけども、お願いしたいこと3つあります。まず私の選挙はお手伝いする方がいないとですね、成り立たないんです。事務所で投票依頼の電話かけしたり、あと宛名シール貼ったり、そういうお仕事もありますし、街頭でチラシを配るのも全部地元の皆さんにやってもらってます。常に毎日明日はここでやりますというのも SNS や事務所で発表してますので、お時間があるときで大丈夫ですのでお手伝いをいただければと思います。あともう一つは口コミですとか SNS で落合孝行を応援してくれとか投票してくれっていうのは選挙法違反ではありません。それこそが選挙なんです。私が訴えるだけじゃなくて地元の皆さん一人一人がこの人を応援してくれってやるのが選挙法で認められている選挙なんです。ですからこれもですね、あれやっちゃいけないこれやっちゃいけないって言って選挙をさせないような風潮があるんですけども、これやって大丈夫ですので、 SNS をスマホでやってる方々はぜひ私の応援を
投稿をしていただければと思います。あと SNS やってない方々は口コミでも、口コミの方がもしかしたら効果があるかもしれないですけど、やっていただければと思います。それが私のお願いしたいことです。それから今回はですね、コロナであまり集会ができないので、今のところ予定しているのは明日の夜、北沢タウンホールの集会室で、19時から佐高誠さんと、あとさっき来てたあの田中修正さんと私で、あの私にですね、いろいろ厳しい注文をするっていう3人の、あの定談3人ので語る会をやります。それも無料ですので、日曜日の夜の7時なんですが、北沢タウンホールの集会室でやりますので、あの、まあ、なかなかあの表に出てこない人たちが来てくれますので、ぜひあのお越しいただければと思います。あと1週間全力で頑張りますので、私はこの世の中を良くしたいと思っていますので、ぜひ皆さん絶対に世襲政治家に勝つために一緒に戦ってください。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。